どうもお疲れ様ですビールやお酒を飲んでいても稼いでいる人と稼いでいない人分かれますよね確かにねキャバクラでもホストでも同じ空間にいて同じようなことをしてるんですよシャンパンコールを先導するものそれにつられて一緒にシャンパンコールする人でも確実にお金をもらう側と払う側とってできるわけですよね、まあ、私がやっていた麻雀屋も 同じタクを囲んで麻雀をやってるようであってもある人はそこで給料を得てある人はそこで自分の給料からのお小遣いを支払ってって感じで成り立ってます不思議ですよね同じ空間にいて同じように楽しんでるはずなのにでビジネスでは結局いつまでね動画見てるんですかとあなたは動画を何本も見てるうちにどのぐらい自分の動画を 発信したんですかといろんなブログを検索をした後読んでますけどもでも自分で書いたブログはどのくらいありますかとかねツイッターでも同じですよねいろんなツイートを見ては世の中ではこんなことが流行ってるのかなっていうふうに思っちゃうのかそれともツイートをしていわゆる世の中に風を吹かせるのかえこんなことが流行ってるのかもしれないなこんなことがあるんだなっていう,うに気づかせることができるのかうんまあショート動画もそのうちの一つですよね ショート動画なんんてててやっていて意味あるんですかとかとね、うん、でもやっている方とやっていない方と比べると、まあ、確実に自分の足跡がね残せてそしてそこから気づきとかが見えてくるアクセスの一端が垣間見えるっていう方と自分ではショート動画せずにずっと気づかずに終わるとで誰かがショート動画でこんなことかって気づいてもたまたまだろうとそれ意味ないよと どこに繋がってんだよ効率悪いよみたいなねそんな感じに分かれるんじゃないかなと思いますさあこの動画を見たとあなたの行動はどういう風に変わるでしょうかそれでは4月17日深夜3時今日も行ってみましょう